はい、今回はジャパンスネークセンターに行っています。ここには世界各地から集めた約50種類500匹のヘビが飼育展示されてます。ここをね巡っています。ジャパンスネークセンターにやってきました。大人宣言、もう支払ってます。基準が分かんないんだけど、どうやって行けばいいんだろう。あ、広いんだ。売店があって、今ここだから上がこうだね、下が。まず採毒室の方から行った方がいいらしいですね。道順に困ったけど、上からこうぐるっと回って降りて回ったらいいみたいです。ここは無料休憩所、2階ね、さっきの2階ね。感じで休憩所もあると。ただし土日だけ。はい、じゃあ行ってみましょう。サイド個室ですね。ヘビ研究室か。毒。ヘビいないんだけど。カーペットパイソンですね。ヘビが入ってるな。今週のヘビ8種。
ヒメハブ、アゴダイシも、アゴダイシもちょっと大きいね。日本マムシ、あの奥に、奥にあるな。何言ってるの。シマエビヤマカガシ。ウィントがあるんだね。これはアンモルじゃない。ここは再読室ですね。資料館に行ってみよう。順路大アナコンダ。エメラルドボア。インドニシキヘビ。アメ。アミメ。ニシキヘビ。蛇の歯。いや、そうなんだ。こんな感じで、蛇が入ってるみたいですね。でかいな、これ。上にカエルがいるし、カエルが。インドニシキヘビ。やばいな、こんなん。これ実際見たらやばい。こっちか。
手火の地域分布ですね。熱分布。蛇のいない地域もあるみたいですね。寒いところはいない。大体暑いところにいるイメージですね。ヒケビってサイドワインダー、ブラジル、タイガーネズミ、ヘビ、怖いね。え、何？コブラか。ブラックマンボいないよ。あ、バードスネーク、パブ、パブバダー。なんか見るからになんかもう凶暴そうですよね。毒を撒き散らすみたいな。ガラガラエビ、ガラガラエビ。この中でどれが怖いかっていうと、これ怖いね、やっぱレッドテイル。あ、これもね、ちょっと地味に怖い。あの太いからね、毒が強そう。西アジア、西が出ました。太鼓なんか点滅してるけど。ヨーロッパ、ヨーロッパ、ここか。ヨーロッパここですね。もう余裕詰め。相当でかいんだね。オセアニア、東本化した中、インド、スリランカ、東南アジア、日本、九州、伊北。ちょっと暗くて見えないな。ここ、ここは見えない。ここは明かりがついてるけど見えるけどね。日本マムシ、なんか小さいな、このマムシ。アゴ大小カマムシ。ここは違う、日本じゃないかな。ん？なんかよくわからん。困ったな。ニシキヘビの抜け殻ですね。でかいな。もうアナコンダみたいだね。てかアナコンダかこれ。アナコンダだなこれ。こんな締められたらやばいっすよね。海ヘビ、
オーガナコンダ、コブラか。何も書いてないな。アトリエ作ってとか。意外と身近な虫。それ昨日ね見たんですよ。マムシを。普通にこう道路横断してた。ほんまもし、これはどうなんだ、入れないのか。ここかな。よくわかんねえんだけど。ないぞ。ニホンマムシって書いてるけどなんかよくわからんな。ニホンマムシはどこだ。こっち絶対違うよな。この地図のね、順度でいきますわ。この順、この矢印があるでしょ。この順でいきます。青大将、青大将いるか。ここいるのかな、本当にマジで。青大将ここにおったら、おったら怖いんだけどね。脱走するよね、絶対に。
いなさそうだね、さすがにこの感じは。ここは違うよな。なんだこれ。面白いね。青大将いるのか。ちょっとわかんねえよ。全然わからん。いるのか。いなさそうなんだけど。でこっちが白蛇観音ですね。青大将とマムシって書いてるけど、実際いませんよね。ちょっとよくわからないんだよね。かなり人気入ってるな。白蛇大臣。あ、白蛇だ。今もなんか古いような気がするんだが、気のせいだろうか。観音像。あ、蛇だ。トグロも開いてるわ。下でその上に乗ってる。こっちは出口になるんだな。ほら、出口か。南出口って書いてる。出口ってもしょうがないもんな。戻ろう。大邪魔室ですね。順路。インドニシキヘビですね。インドニシキヘビ。ブクヘビ。ああ、頭こんなとこだった。どこにあるんだろう。とりあえずこう、一列見てもらおうか。ここがね、アフリカニシキヘビですね。
はここにある。これがボアコンストリクター、無毒。うん、動いてる、水飲んでんだ。黄色アナコンダですね。なんかみんなおとなしそうだね。それでこっち行きましょう。こっちのゾーン、ウミガメ。ウミガメは、ウミガメな、ないわね。え、何も言えないんだけど。アミメニシキヘビ。いない。あ、いたいたいた。この奥に。なんか入ってる。トグロも入ってる。認識。でかいからすぐ分かる。認識エビですね。現時点で史上最長の記録を持つ世界最大級の認識エビである。現在こちらに蛇は入ってません。あ、でもここに蛇入ってたら逃げるよね。逃げそうだけどね。どうなんだろう。毒蛇温室ですね。毒蛇温室行ってみよう。順路8。大穴込んだのか。マレーアカニシキヘビですね。毒か。セイブガボアダー、いかにも毒って感じだね。パフアダー。セイブダイヤガラガラヘビに比較するんだね。おとなしそうだけど、トークダイヤガラガラヘビに。
六尾道空府金庫コブラ。グリーンマンバ飼い主わかんない。そうなんだ、すごい有名色してるけどね。セイブシシバナエビ、なんかめっちゃ奥にあるじゃん。ヤマカガシ、これ日本ですね。ビアドクフキコブラ、毒を吐くっていう恐ろしい。アメリカマシ、なんか生きてんのかな。マリエマムシ、日本マムシ、日本のお虫ですね。小さいな、このお虫小さいな。ダンビマムシ、朝鮮中国、小さいね。ちょっとこのこっち側見ましょう。ヘビに噛まれたら死ぬことはほとんどない。神経質なし、しないでください。あ、キングコブラか。見えないんだけど、動いてる動いてる動いてる。何ここ、ブラックマンバーだ。動いてる動いてる、機敏なんだね。しかも長いね、このヘビ。関係係員以外入室は禁止。いや、怖くて入れないだろう。日本にもコブラがいた。マジスト2匹、ここにあるところまでパイプ、パプアンパイソン、脱皮前ね。でもいない。ヒメハブ、ハブ、ハブ、ハブいないぞ。あ、いたいた。
珍しいね。色、しかもなんか固まってる。森林コブラ、コブラか。毒蛇。コブラがちょっと黒い。シマヘビいるのかな、全然わかんないんだけど、あ、よく探してみてくださいって感じ。よくねえな。あ、いたいた、そこにいるわ。ここ見えんの、これアッパがいっぱいあってわかんない。わかったね。カメがいるわ。カメだ、カメだ、カメだ。これで終わりなのかな。ここまだ行ってねえな。大ヘビ類温室ですね。え、いない。
いるかな。世界はこちら。うん。何がいるかな。わからないんだけど。あ、なんかいる、なんかいるけどね。奥にちょっとよくわからんな。虫みたいな。記念撮影しろと。プッシュマスター。まあ、今度。危ないですか。絶対に柵をかけないでください。いや、危なくはないと思うけどね。あ、こういう意味か。ここが危ないってことね。動かないからね。危なくはないと思うんだけどね。できるタプス。あ、かなり人気入ってるな。角がちょっと折れかかってるわ。これで終わりだな。これで終わりですね。ちょっと売店でまたちょっとじっくり見るんでね。一応なんか撮影禁止ってなってるんで、ちょっとじっくりやってもないんで、ちょっと撮りませんけど、まあ、ここで入り口ということで、ここで終わりですね。終わります。ジャパンスネークセンターでした。